ジェス・ウォーは、絵画、映画、脚本、音楽などの分野で活躍するアメリカのアーティスト。短編映画、エル・エンジェルは、ロサンゼルス現代美術館で開催された第5回、ロサンゼルスフリーウェイブフェスティバルで紹介され、テレビや、その他のメディアでも紹介された。カリフォルニア州バークレーで生まれた。彼は1990年代初めに、ロサンゼルスシティ・カレッジ。 パサデナシティカレッジ、東ロサンゼルス大学、サンフランシスコ市大学などで勉強した。この期間、様々な美術、芸術方法を試すこととなる。彼の作品である映画、エルエンジェルは、無性映画となっており、人間の欲望が、どのように美術や商業を腐食していくかに言及し、ロサンゼルスの生都市、そしてその前世紀を描いている。 この映画は1996年にロサンゼルス現代美術館で開催されたロサンゼルスフリーウェーブフェスティバルで上映された。2000年にサンフランシスコ州立大学を卒業後、ヨーロッパとアメリカの間を行き来し、2015年にはブライトン大学で芸術祭に参加。王の短編映画や作品には教育に関するものが多い。2009年には BBC のドキュメンタリー番組ロケット科学の中で使われた教育教材として芸術的なプリズムを制作。2012年にはナショナルジオグラフィックチャンネルの番組アクセス360度世界遺産の第一話にて王の撮った熱帯雨林の画像が使用された。マルティン・ジョンソンヘイドの作品のリメイクとした彼の作成した絵画はローレン・ラブにより書かれた。 ザライスアンド＆フォール・オブ・ザ・トレバー・ホイットニー・ギャラリーという本のカバーに使用されている。ウォーは自身の作品をラティネートが使用したパルクリズムという言葉で表しています。彼は美の追求をアートの目的とする理論を表す言葉としてこの言葉を使用します。ウォーは現代アートの中で起きた醜いものを称賛する考えやスタッキズムなどの動きとは対照的なものとして パルクリズムを捉えます。ありがとうございます。